強いです、割れませんから長持ちしますよって言ってたから長持ちしなかったら長持ちもあったらいいね。ふるさんまい、皆さんごきげんよう、ラムレーズンです。何個か前の動画で無機塗料のランキングっていう動画をまとらせていただいて、めちゃくちゃ回ってるのね。めちゃくちゃ回ってます、うん、1000回も回していただいたっていうね。今日はユーバペイントで採用している無機塗料についてだけのご紹介動画になってしまいますが、そんなお話をさせてもらったらなと思います。ふるさんまい、ユーバペイントを日本塗装名人社という会に所属しておりまして、日本中のペンキ屋さんたちが加盟している団体なんですね。塗装の名人を目指すために必要な勉強をさせていただける会、塗装の名人たちが使うならこういう塗料がいいんじゃないかっていう会が推奨している塗料の中の一つで、無機 UV コートシリーズという塗料があります。この塗料もうちで採用を始めてもう9年経ちますかね。長いシリーズの塗料なので、まあ、新しいものではありませんが、塗装名人社に所属しているのでこの無機の塗料を使ってますけども、世の中には無機塗料と言われる塗料はいろんなメーカーさんからいろんな商品名で販売をされてますので、どの塗料を使っていただいても施工店さんの、ね、自由かなと思いますけども、まあ、無機の中には大きく分けて2種類あって、白木酸結合型で生成された塗料と、無機顔料をたくさん入れて無機塗料と呼ぶようにしちゃったっていう塗料の、この2パターンを聞くわけであって、白木酸結合っていう結合でね、塗料開発されたっていうのはかなり昔の話なので、最近のバイオリティとね、ラジカル制御の抗体構成白色顔料を入れて、光安定剤をたくさん入れて、もしくは浸水剤を足してとか、あとは防カビ剤足してとかっていって、いろんな形でバージョンアップさせることができるんだと思うんですけど、2パターン無機塗料っていうのはあるよっていうふうにお話させてもらいました。その中で僕たちが採用している無機塗料シリーズに関しては、白木酸結合型の塗料の方に少しずつ改良が加わって、抗体構成白色顔料が入ってハウスがちょっと増えたかな。無機顔料もたくさん使ってるっていうところがね、まず一番かもしれないですけど、カタログはね、こんなカタログになってますけど、非常にダサいカタログになってまして、そういう無骨さもいいよね。だから僕たちお客様にご提案させていただくときに、このカタログでご説明させていただくので、非常にやりづらい。塗り3枚、この塗料を採用させてもらってる理由は大きく分けて3つって言いたいんだけども、1つだけ、 UV に強いです。劣化に強いってことです。強い塗料と強くない塗料の大きな差って何かって言ったら、 UV に何年間耐えられるかっていうだけなんですね。安い塗料で塗っても、高い塗料で塗っても、塗った瞬間は全部水を弾きます。その水を弾いてる時間が長く続けば続くほど強い塗料ってことなんですよね。長く続くのは何でかって言ったら、 UV によって塗料が破壊されないから。塗った瞬間はみんな塗りたてだから守ってますけど、 UV でだんだんこれが破壊されていく。紫外線に当たってどのくらい長い時間破壊されずにそのままで居続けてくれるかっていうことがやっぱり大事なところなので、僕たちがね、無機を一番強い塗料だということでお客様にご紹介させていただいて、塗り替えを続けてきている理由はそこにあります。逆に言うと、この無機 UV コートシリーズ以外の無機の塗料っていうのも宮古島でも検証もさせてもらってきましたし、試させてもらっていることもたくさんあるんですけど、この塗料と同じ性能を持っている塗料は6種類ぐらいあります。同じような性能を持っている子たちは3つぐらいあるかなっていうのが、無機と書かれている塗料の中で僕が調べてきた感想。丈夫にするために無機っていうグレードをね、採用させていただいていると思うので、やっぱりまあ丈夫な無機塗料を選んでいただくのが良くて、どの無機じゃなきゃいけないということは正直ないと思いますので、施工店さんたちがなんでそのメーカーのこの無機っていう塗料を採用しているのかっていうのは、施工店が一番分かっていることなので、よく聞いていただいたらいいんじゃないかなと思います。長持ちしますよって言ってたから、長持ちしなかったら、ね、直してもらったらいいよね。そこも合わせて各会社さんとお話いただくのがいいかなと思いますし、我々ペンキ親父が無機を採用するときは、ちょっとや外じゃ塗り直しにならない、お客様に長く持ってほしいという思いをご提案させてもらっているわけなので、できる限りしっかり塗るっていうね。塗り3枚、無機塗料を厚塗りすると割れるとかっていう巷の噂があって、通常塗装って3回塗りっていうのが一つ基準なんだけど、ユーバペイントは目指してるチャレンジがあって、一番安い塗料で一番弱い塗料で100回塗り、理屈上3センチぐらい厚みつきますけど、3センチの塗膜の防護壁を作った家と無機の3回塗りどっちが強いかみたいな、いずれやりたいなと思ってて、これ俺の夢なんです。100回塗るのがめんどくさいな。無機の厚塗りが割れちゃうっていう話なんですけど、試してみてください。割れませんから。少なくともうちで言うと最低4回は塗ってきてるし、5回6回塗ってるような家もありますけど、今のところ割れたっていう事象はあんまりない。割れるって言ってる人に割れないよって説明すると、1回で厚付きしたら割れますよねとか、わけわかんない話になる。1回で厚付きしたら割れますよね、そんなの何やったって割れんだろうって話
で、向きだからって話じゃないでしょうみたいなね。できるだけ乾燥のね、インターバルとかも守りながら、当日と不良もある程度考慮しながら、熱くね、塗れば塗るほど長持ちするというふうに、ユーマーペイントでは考えてますんで、勉強アイズの考え方もありますんで、どれが良くてどれが悪いっていう言い方もあんまり言及すべきじゃないなと思いますけど、質問でよく来るんで、向きを厚付けすると割れますよね。僕たちはそう思ってない。ボンフロンとかの強要剤とかと勘違いしてるのかわからんけど、ノジってもともと可動性ありますからね。可動性。柔らかさも担保してますから。割れますよねっていうのはな、フッ素の塗料の時の延長線でこう喋ってるような。ノジ塗料ってガラスじゃないですからね。ガラスのようなって言ってるだけで、ガラスにはなれませんので、塗料なんでね。ノジと呼んでるだけで勇気ですからね。可動性をさ、担保するの、鉄板とかになってこうやってやって、ここがさ、バリバリって割れたりするしないとかっていう。1年に1センチずつこうやって負荷かけていったらどうなると思います？割れないと思う。ゆっくりゆっくりゆっくり。どんなに柔らかいやつでも、こうやってやったらどうなると思います？割れますね。ご自分で塗られて、ビャンと折ってみて、こっちの方が柔らかかった、あっちの方が柔らかかった。こっちよりはこっちの方が硬かったっていうのは、色の塗料で試されたらいいと思います。どのくらいのペースで曲げてるかわかりませんからね。試験あるんだけど、あれ基準がないんだ。実の基準でどのぐらいの時間をかけて曲げなさいっていうふうにルール化されてるものではないので、ご自分でやられるのは多分一番いいと思います。薄い鉄板ね、買ってきていろんな塗料を塗ってこうやってやると、あの違いが出ますから、塗料ごとに自分でこうやって曲げてますから、どのぐらいのペースで曲げたかっていうのは分かってると思うんで、同じような感じで曲げてもらって、こっちよりこっちの方が柔らかいの、塗った時はこっちの方がなんかこんな感じやけどなみたいな、職人の五感ってあるじゃないですか。こんなのね、感じるのが、もう、僕ら職人の世界の醍醐味ですから、ぜひぜひ試されてみてください。だけども、いっぱい塗りは割れませんっていうお話ですね。塗り三昧。クリア塗装、透明の膜で塗装するっていうのが、最近はね、サイリングの柄が、衣装性がね、だいぶ担保されてるんで、たくさんあるんですけど、クリア塗装は、ユーマペイントであんまり推奨しないですけど、クリア塗装する場合は、まあ、この向きのユーペコートシリーズに関しては、クリア塗装があります。クリアはあんまりおすすめしてません。してませんが、気に入っているところだけ言うと、クリアの塗装って、基本、透明の膜を下塗りを塗らずにぶつけて塗るの。だから仕上げ剤塗って、仕上げ剤塗って終わりっていう仕様なんで、シリコンも大体クリアで2回ぐらいで終わらせる。あんまり熱く塗ると透明の膜なんで、光の屈折です。見た目が変わったり濁ってきたり。透明とはいえ、本当の透明じゃないですから、白く濁って見えたりして、衣装性を損なったりするので、あんまり厚付けしないようにみたいな感じでクリア塗ることが多いんですけど、武器のクリアね、下塗りがあるの。それがすごい気に入ってる。だってさ、おかしいと思う。ペンキ塗る時ってさ、必ず下塗り塗ってから上塗り。はい、クリアの時だけは下塗りでいませんね、変化も。クリアの時は下塗りにならなくても下塗りのバインダーの中にも入ってますんで、ほんなら普通の塗料もバインダー入れておいたらいいんじゃん。僕たちはこの向きのクリアも採用する時も2層じゃなくて、ね、3層塗りで下塗り入れてからやる。場合によっては4層塗った時もありますけどね。でもやっぱりちょっと熱くなればなるほどなんとなく白っぽく見えてくれたりもするんで、厚付けするのがいいとは思わないんですけど、下塗りがないという方がよっぽど嫌だっていうぐらいかな。向きのクリアに関しては僕たちはそこが気に入ってね、採用してるところもあったりします。塗り三昧。ツヤはどうでしょう。塩酸結合されてきた塗料に関してはね、精膜がとにかく緻密です。ツルツル、表面がツルツルがゆえに水を弾くことによって浸水性という効果が得られて、それが担保されてね、汚れとかホコリを雨が当たった時に流れやすくなったりするんだけど、この向きの仕上がり感っていうのは好きなんですよ。光沢もマットな塗装をしたい場合は、先に言っとかないとツヤを消さなきゃいけないんだけどね。向きの場合も全光沢ですから。7寸ぐらいの急勾配の屋根のお客さんの家が昔あってな。はい、そこで向きを採用させてもらったら、アス入りの。だから古いスレッドやな。古いスレッドだからガッサガサなわけよ。そのお客さんでやったのは、プライマー3層入れて、上塗り3層入れたわけよ。6回塗りしたわけ、はい。そしたらもうガッサガサがなくなって、もうツルッツルになるわけよ。ただでさえツルツルの向きに6層入れたわけよな。お客さんとさ、最後引き渡しの時にこうやって見とったわ。いや、ビッカビカだね。いいペンキ塗りしてくれたわ。なんてお客さんも込めてくださって、6回も塗ってるからな。仕上がりは完璧だわ。こんなカラスかなんかたまたまピューッと飛んできた。止まろうとしたらもうスルッてなって、またそのままバーッと飛んでた。お客さんと一人見て二人で並んでカラスも止まれないぐらいツルツルなんですよねってっていうぐらい塗ってて気持ちがいい塗料ってことです。プロが見て安心だなと思える塗料はお客さんにとって安心に決まっとる。プロが塗っててなんやこれ大丈夫かって心配やなと思うものがお客さんに販売したくないもんな。塗り三昧。
ということで、この向き言うべきことシリーズが今のところ、ユーマペイントがご提案させていただく中では、一番お客さんにとって価値があると思って販売させてもらってますので、ぜひ、向きで見ていただいた方は自信持っていただいて、もう、うちの経営方針書にも入ってんねんで、多分どっかにあるわ。ガタガタ言わずに向きで塗れって、書いてないわ。そんなことで、向きで言う塗料をこれからも推奨していきます。早くね、向きのもっと安い塗料になっていただいて、向きを超える塗料がメーカーさんたちに、ね、作っていただけると嬉しいなと。他のメーカーさんの向きの話にも触れてみるか。どの塗料がいいくて、どの塗料が悪いとはちょっと言いづらいから、個別で会っていただければ全部話しますけど、この塗料以外の向きを佐々木がもし使うんだとしたら、多分ダイフレさんの向きを採用します。ダイフレさんの塗料を使ってる人たちって、ダイフレ教が多いわけよ。もっと言ったらダイフレっていうよりも、当時のコーアっていうメーカーさんを信者が結構多くて、コーアさんのダイフレとかってしたんですけど、ダイフレさんから向きってもうすごい長いことオールド商品も販売されてますけど、僕たちの業界の仲間もたくさんダイフレさんの向きを採用している会社たくさんあります。そのぐらいいいものだというふうに思います。僕はもうこれかダイフレさんの向きしか使いません。頼むよ、お客さんに守ってくださいね。よろしくお願いします。以上です。バイビー。